どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さん以前ご紹介した、ボンバー中澤デッキ覚えてますでしょうか。オルフェゴールデスペラードリボルバードラゴンボンバーデッキ、オルフェデスペボンバーデッキだったと思うんですけども、今回ね新しい仲間が、登場しました。マシンナーズフォートレスさん、彼を入れるとねかなりね宇宙ムーブができるんだよね。これをちょっと今日は、見せていきたいなと思います。デスペラードリボルバードラゴンが、レベル、8なんでフォートレスで捨てて出せるんですよね。でフォートレスで捨てて出して、で、デスペの効果で、テンパランスとかをデッキからサーチしながら結集とかこの墓穴で出せるんですよ。結構ねこの動きが強い、やっぱりなんだかんだで援軍とかも入ってるんで、墓地に落ちた、レベル4の、闇属性機械属モンスターを、ボンバーさんでね、ボンバー中澤さんで蘇生したりもできるんで、めちゃくちゃやっぱりシナジーが噛んでるかなと。でね1個持ってるのは、本当だったらだよ、ヘビースターターで使いたいスキル。ただしねヘビースターターで使うとその抜けれんですよ、呼吸トスが抜けなくて、ちょっとこれ一気破壊しかないから、一応その打点で超えるっていう選択肢は出てくるんだけど、一応呼吸トス対策というか、意味もちょっと入れすぎた、意味も込めて絆の力にしてます。生体流に頼るんだったら、生体流ってどうやって作るかっていうと、この、レベル4のアサシンライデンさんと、フォートレスとかで作れるんですけども、こういう作り方はできるんで一応なんで、ヘビースターターでももしかしたらいいかもしれないけど、とりあえず絆の力にしてます。ここはね皆さんのお好みでなんかこう調整し使ってみていただければと思います。かなりね楽しいです。やっぱりね結集がパワーカード、このカードマジでパワーカーというわけで、早速オルフェデスペボンバー回、通称ボンバー中澤回デッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ボンバー中澤って分かんない人は中澤雄二って調べてください、ググってください。はい、デュエルスタンバイ。さあお相手の方、社長ですね、よろしくお願いします。デュエル3倍。ハンドは強い。結局援軍ゲーなんですよね、デュエルリンクスって。基本的には乙女 OK。 罠強そうやな、罠強そう。魔法は止まんないと思うから多分、援軍は多分通る。サンブレ多分サンブレが1枚ある。サンブレが1枚あって、もう一発援軍打てないから、ブラックボンバーは召喚しよう。ブラックボンバーの効果発動、ボムスパイダーを特殊召喚したいな。サンダーブレイクははなるほど、そこにサンダーブレイク、はいはい、なるほどね。そっちにサンダーブレイク打ってで、そっちが出てきて、で効果は発動できん、ターン終了。ちょっとデスペラード持ってるみたいな顔してターンエンド、デスペラード持ってるみたいな風の顔をしてターンエンド OK。 よし、光んない、なるほど。ライトロとアサシンライデン召喚は何もない、アサシン効果は摂理っぽいな、多分摂理。パーシアスか、なるほど、パーシアス、なるほど OK。 パーシアス、出てきた。で効果無効になっていく、効果無効になっていく。デスペラードが無限に来ない。あいつも落ちていないが、やつが落ちてくれない。うわ、弱っ、落ち方弱っ、びっくりするわ。三四郎だ。ちょっとデスペか、なんか結局なんか、結集かなんか、来ないとちょっときついな、このデッキ。デスペラードを持ってるみたいな風の顔してるしかないんだよ、俺。これ、デスペ持って。てる風の顔をしていくしかない。オッケー、それオッケー。急シンクロ来る？急シンクロ。あ、来ない。なるほど。来ないやつ。で、デスペ持ってないですよーっていうね。デスペ持ってないんだなー。ドロー。あ、フォートレス来た。オッケー。フォートレス来たのはでかい。とりあえずマシンナーズフォートレスは出していきましょう。自身とオルフェゴルディベルを捨てて、フォートレス。でアサシンで一応アサシン効果 OK。 デスペラード落ちていく。で
声帯流出して、声帯流出す、声帯流守備いくつかっていうと26、じゃあこれ、まあ、一応、まあ、こっちかそう言ってもこっち、乙女は多分大丈夫、ほっといていい、あれはあれほっといていい。これ声帯流はね、攻撃する場合、なんか何の効果も受けないっていう効果持ってるんで、あの乙女に攻撃しても攻撃が無効になりませんので、攻撃が無効になりません、乙女を攻撃しても。つまりですね、ブルーアイズが出てきません、このモンスターが攻撃する場合。ミスターボンバー来た、ミスターボンバー来た、ミスターボンバー、ミスターボンバーの効果、墓地の闇属性機械族レベル4のモンスター相対を特殊召喚、そこなし OK、 そこなし OK、 OK、 生体流ゲーしよう。じゃあ生体流ゲーだ、絆の力発動、バトル。このカードは攻撃する場合ダメージステップ終了時まで他のカードの効果を一切受けないぜ。最強だ、生体流強すぎる、生体流最強だ。3000でこれなしね、ブルーアイズの、まあ、オルトラには無慈悲に破壊されるけど、オッケー、飲まない、オッケー、アドバンションましょう。底増しされてるこのミスターボンバーとデスペはアドバンスの素材にして、でスキル発動、デスペラードはそれだけ、対戦ありがとうございました。生体流が強いだけっていう。さあお相手の方、デュエル、デュエル根性見せてきてやがるな。お、このハンド強いぞ、このハンドがしてんだよな。まヘビースターターっていうね、選択肢あるんですけどね、ヘビースターターにするとね、あのね、呼吸トス抜けねえんだよ、呼吸トスがなんか無限に抜けねえっていう問題が発生して、だから一応絆の力にするしかないっていう。呼吸トス出てくるとほんと終わるからこのデッキなんで、まあ、一応呼吸トスへの回答でつける絆の力にしてるっていうことなんですが、一族の結晶系強い、これめっちゃ強い、これめちゃくちゃ強い、これがしたいの俺で、こうじゃん、でデスペラードリボルバードラゴンの効果発動、アルカナフォース、テンパランスを持ってきながら最強カードを召喚、アサシンライデンの効果、デッキトップ墓地送って、いいね、いいよいいよいいよ、素晴らしい、素晴らしくいい、これはめちゃくちゃ強い、結集が強い、バトル行こう、はい、何もない、 OK、 で根性剥がした、 OK、 いいね、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 ウィーネ、ナイスですね、ナイスですね、いやーこれは強いね。まあ、ちょっとヒーローってこと分かったんですけど、まあ、高校ワンキルしてくるようなデッキなんで、ですね、あのトリニティとかいうモンスターはデスペラードで処せます。デスペとマスクとなんかトリニティが来てもあいつ選んで破壊するんで、マスクする間もなく破壊できるんですよ、めちゃくちゃ強い。あーそっ、何どっち、手札加える方か、手札加える方は別に、手札加える方はほっといていい、それはほっといていい。さあ相手は何を加えてくるか、まあ、これはファリスか、あバイオンか、なるほど、ねブルーディが一番めんどくせえな、ブルーディが一番めんどくせえ、ブルーディはマジで効いてないって話になる。融合していく、さあ何と何を融合していくか、まあ、でもソリッドマンは巻き込んでくるんだろうな、で墓地エアマン追ってんのか、あーなるほど、これはもしかしたらバックを2枚破壊してくるってやつか、はいはいはい、アドレーションでソリッドマン効果か、あーうまいね、なるほど、オッケーで、守備表示でエアーマンが特殊召喚され、エアーマンが特殊召喚に成功した場合の効果を発動していく、はいはい了解、これねアドレーション以外だとタイミングを逃すっていうね、エアーマンめっちゃくちゃかわいそう、エアーマンはタイミングを逃します、これ以外だった場合はね。一つの結集効果で、フォートレス、マスクあると、ややし、ブラストもあるとめんどくさいので、ブラストあるから、攻撃表示はダメだ。守備表示じゃないとダメだね、俺。攻撃表示にするとブラストでやられるから、こうだ。こうで、で、2枚破壊して、破壊していただいたので効果が発動し、一族の結集の効果、破壊された場合同じカードを
デッキからセットできる。このカード強すぎるんだよな。このカード強すぎません？こんなの入れとくだよな。結集しまくれるからさ、機械族って大型のモンスター結構強いじゃないですか、機械族って。で、特殊召喚ができるモンスターが多いんですよ、意外と。デスペラードとかね、フォートレスとか、一族の結集これ入れとくなんですよ、このカード。めっちゃくちゃ強いんですよ。で、まあとりあえず殴ってくるのはいいんだわ。セットアトレーション効果で打点下げる、オッケー。そっちオッケー、はいはい、オッケー。両これデスペラードじゃなくてよかったんかな。まあいいや。で、ぶん殴っていく、ぶん殴っていく、ぶん殴っていくことによってデスペラードの効果が発動し、デスペラードの効果でこれで3枚表を出し、3枚表を出し、相手を絶望させていく。インディスクリマナトゥーショット1枚。うん、じゃあさすがに暗記になれるやつ、オッケー。で、多分1枚マスクはあると思うんだよね、これチェーン的に多分。なんで、まあ、それは殴れるのは別にいいんだ。それは別に、それはオッケー。で、多分マスクして、あれ、ブラストにしかなれんと思う。で、ブラストは攻撃力しか下げられないんで、デスペラードが抜かれることはない。よし、オッケー。で、ブラスト、オッケー。ブラストで、そこで下げるのオッケー。いいよ。問題はない。で、ブラストの効果で500、灰、払って、で魔法トラップを戻すことができる。オッケー、いいよ、問題はない。で、ハンドはない、ハンドはないのでハンデスはできない。で、それ殴っていく。おー、殴ってくれる、殴ってくれるの、ありがてえな。で、戦闘破壊された場合の効果、相手のカードを1枚選んで破壊していく。よーしよーし、運動、よーし、雑魚がおととい来やがれ、フォートレス最強だ。さあ、お相手の方、カイバー社長ですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。援軍か、なかなかハンドはそこそこ強そうだが、ここの、援軍で何が落ちるかっていうのと、あとマジで蘇生札引きってあるな。モリト、オッケー。モリト、モリト、モリトからの剣士で、モリトで、なるほど、急進クロはできると。ハンド結構使ってるから、この動きは、この動きはハンド結構使ってるんで、まあそんなに別に悪くはない。多分ブルーアイズってね、罠軸が一番強いとは思うんだよね、俺基本的には。ちょっとまた完成形できたから動画にするわ。完成形できたから。なるほど、デスペラード2枚めっちゃ強いな。デスペラード2枚めっちゃ強くない、まあ、ちょっと銀龍クソめんどいってあるよね。あ、4落ちた、4落ちた、4落ちたか、4落ちた。で、デスペラードリボルバーの効果、いや、これめっちゃ強いな。今のところ落ち方は結構理想ムーブはできてる。あー、そっか、はいはい、無効にできるのね、了解。なるほど、さすがにブラロシに行く。一回これ一回相手ミスってくんねえかな。相手ミスってくれるの待とうか。ブラックボンバーでディベルで、ここで、ここで相手が甘えてたらブラックロス取る。これ甘えてたらブラックロス取る。ミスマッチきた。あ、やるね、やるね、やるじゃん、やるね、そのタイミングがやるね。うん、じゃあね、シンクロする、シンクロする必要性もねえか。でも別にこれ置いとく説あるな、これ100怖えけど、これ置いといていい、セサンナ、これ置いとく。これ闇属性機械族レベル4いるから、これさ、デスペラード2枚あるしさ、これ置いといた方がいいんじゃない。これシンクロする必要ねえよな、これ多分。だって別にどうせ破壊してくれるんでしょ、因果切断ないから、相手くせに。だから多分これ破壊してくれるでしょ、さすがに。何でも多分デスペラード出る、デスペラードで分からせることができる。で、このタイミングで銀龍出たから、次のエンドまでは破壊できないけど、俺のターンだったら破壊できる。で、銀龍 OK で、ブルアイズ OK。 100怖いけどな、100の100
100のミスターボンバーマジで怖いけど、でオルタナならないか。でもオルタナだって破壊してデスペラ出てきたら結構やばいもんね。相手もチューナーがいるんだったら、オルタラなって破壊してから、チューナー出して、ドラッグオンバーミリ4が一番多分、正解っぽいけど、まあ普通にバトル、多分ないんじゃね？チューナーない。なるほど。デスペラードリボルバードラゴンの効果、特殊召喚。さあ、絶望を与えていく。絶望を与えていく。デスペラードリボルバードラゴンの効果発動。エンデスクリバラトゥーショット。なんでだよてめえ。あ、でも強い。仕事しろや、仕事せえや。で、ボムスパイダー召喚だ。で、ボムスパイダー召喚して、ボムスパイダーの効果と、ボムスパイダーの効果によって、オルフェゴール・ディベロス射出し、相手の双眼の源流を破壊。そして、ボムスパイダーの効果を、バチコンしていく。そして、デスペラード・リボルバードラゴンの2体目が出ていく。セイ、オッケー、好きだぞ。絆の力バトル、リボルブートガンキャノンショット。うおー、あ、0秒か。0秒いいだろう。ディバイス、それはやばい。